永遠のセブンティース、黒子のカイルです。いつもシニアチャンネルをご視聴いただきまして、ありがとうございます。今回は視聴者の方々からチャンネル登録してあげようとしたけれど、できなかったわというお言葉をたくさん頂戴していますので、YouTube チャンネル登録の仕方を説明させていただきたいと思います。説明の手順通りに進めていただくと、どなたでもチャンネル登録が簡単にできますので、最後までご視聴よろしくお願いします。シニアチャンネルのメンバー、ゆうすげ、バーバラ、あるいは私から皆さんに Facebook、LINE、SNS なので見てねと番組の紹介をさせていただいています。皆さんはこれをご覧になって紹介記事のリンクをクリックして YouTube で私たちの番組を見ていただいています。また私たちからはチャンネル登録よろしくお願いします。よかったらいいねお願いします。コメントいただけたらありがたいです。などとメッセージを送らせていただいています。チャンネル登録をしてあげましょうとボタンを押すとログインしてくださいと言われ、え、ログインって？何これ？となってそのままやめてしまっている方が多いのではないでしょうか。ログインしてくださいというのは、あなたはどちら様ですか？と聞かれているのです。YouTube の決まりはどうなっているのでしょうか。利用規約を見てみましょう。Google アカウントと YouTube チャンネルという項目です。YouTube は皆さんよくご存知の Google が提供するサービスなんです。Google アカウントがあればとありますが、逆に Google アカウントがないと私どもがお願いしている評価、いいね、ダメよ、チャンネル登録、さらには YouTube チャンネルを作成しないとコメントができないのです。それではチャンネル登録ボタンを押してみましょう。このチャンネルを登録しますか？チャンネル登録するにはログインしてください。Google アカウントを教えてくださいと言ってきているのです。さらに下のログイン、これをクリックしましょう。Google アカウントのログイン画面に飛んで、Google アカウントのどちら様ですかと聞いてきています。Google アカウントをすでにお持ちの方は、メールアドレスか電話番号を入力して、次へをクリックしてログインしてください。アカウントを持ちの方は、その後の画面指示に従えば、YouTube にログインできます。Google アカウントをお持ちでない方が多いようですので、続けてアカウントを作成していきましょう。安全で安心して使えるアカウントを簡単に作りますので、心配なさらずにアカウント作成をクリックしてください。プルダウンメニューが開きますので、自分用を選択して、次へをクリックしてください。まずは氏名の入力です。次にユーザー名はすでにお持ちのメールアドレスでも良いのですが、日常の連絡などのメールとは別に、この際、Google のメールシステムを使えるようにしましょう。Gmail のアドレス。こちらは、半角、英字、数字、ピリオドで、ご自分の好きなように決めます。パスワードは、半角、英字、数字、記号を組み合わせて、8文字以上で2回入力します。すべての入力が終わったら、次へをクリックします。電話番号入力画面が開きました。電話番号は間違いなく本人であることを確認する手段として重要な役割を果たします。今までに使用したことのないパソコンや携帯電話からあなたのアカウント名とパスワードでアクセスがあった時に繋いでいいですかと SMS を使ったメッセージを送って確認してきます。これを2段階認証と申します。この機能を使えば万一不正なアクセスがあってももう一段の確認があるので、私は電話番号登録をお勧めしますが、
どうしてもインターネット上に情報提供するのは嫌だとお考えの方は、入力せずに進むことができる可能性もありますので、試してみてもいいかもしれません。ここではあなたがいつも携帯しているスマホなどの番号を入力いたしましょう。あなたの電話に SMS で6桁のコードが送られてくるので、そのまま入力しましょう。Google アカウントに以下の4つの個人情報を入力します。電話番号はすでに入力済みです。Gmail に何かトラブルが生じた時用の別のメールアドレスを入力します。生年月日、性別。性別はプレダウンメニューで、女性、男性指定しないカスタムのうちからどれかを選び、次へをクリックします。次へを押すと、電話番号の活用について聞いてきます。いきなり下部の、はい、追加します、ではなくて、その他の設定を選びましょう。前のページでいきなり、はい、追加しますのボタンを押した場合は、3つ目のすべてのサービスに電話番号が追加されます。Google アカウントを初めて利用する方は、先の2段階認証時のみ、利用の一番上のセキュリティ保護目的のみを選ぶことをお勧めします。完了ボタンをクリックして最後の確認に移ります。最後はプライバシーポリシーと利用規約への同意確認です。まずは Google が処理するデータについての説明です。Google があなたの情報を収集保存する理由は説明されています。データ処理の目的、データの統合、ご自身で管理できることなどを説明しています。読んだだけでいきなり同意せずに、その他の設定から情報処理の基本的な設定をここでしてしまいましょう。まずはウェブとアプリのアクティビティについてです。ウェブとアクティビティの詳細で具体的な内容を確認しましょう。いきなり Google にすべて預けて利用するのではなくて、まずは Google アカウントに保存しないを選んでおきましょう。次が広告のカスタマイズの設定です。YouTube やインターネット利用時に広告が表示されることはご存知だと思います。Google アカウントにどれほどの履歴やウェブ、アプリの情報を保存させているかによりますが、それらの情報処理であなたに適すると Google AI が判断した広告がカスタマイズ広告です。先に詳細情報を Google に保存しないと設定しましたので、どれほどカスタマイズされるかはわかりませんが、少しは制限されそうなパーソナライズド広告に絞りましょう。情報処理の最後は YouTube の履歴情報の保存です。今回は YouTube をもっと楽しく活用していただくことが狙いですので、視聴や活用の履歴は保存しておくことにします。以上で基本的な設定を終わりましたので、同意するボタンを押しましょう。同意をすれば元の画面に戻ったと思います。最後まで視聴した後、チャンネル登録をエンディング画面からしてみましょう。シニアチャンネルが登録できました。評価、いいねのボタンもクリックできます。番組画面下にスクロールするとコメントの入力欄があります。私のログインアカウントマーク M が表示されている欄です。ここにコメントを記入します。コメント送信ボタンをクリックしてみましょう。コメント送信されてマークが青色から深緑色に変わりました。色は皆さんそれぞれ違うと思いますので、違った色であっても気にしないでください。実はコメントを投稿して公開したことにより、自動的にあなたのチャンネルが作成されました。アカウントアイコンをクリックして、Google アカウントの管理を出します。初めてコメントを送信することで、自動的にチャンネルが作成されています。メニューのチャンネルをクリックしましょう。これがあなたのチャンネルです。動画もアップロードできますよ。左にメニューの欄がありますので、
いろいろと開いてみましょう。ホームではあなたの視聴履歴などからおすすめ動画が表示されます。登録チャンネルにはシニアチャンネルがあります。これらをクリックすると私たちシニアチャンネルのホームページにアクセスできます。右上にベルマークがあります。これをクリックするとすべてカスタマイズされた動画のみ、なしと3つ選ぶことができます。これはどの動画を皆さんに通知するかを選んでいるんです。メニュー欄にはいろんな項目がありますので、各項目をクリックしていろいろ確認してみてください。あなたのチャンネルの活用方法については、いずれ詳しい紹介をしたいと思っています。お疲れ様でした。これで皆さんチャンネル登録、評価、コメントができるようになりました。番組作りに皆さんのご意見は貴重な要素となります。評価、コメントをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。